ストレミーテリヌイは、1930年代後半に建造されたソ連海軍のグネフヌイ旧駆逐艦。1938年に完成した、この艦はバルチック艦隊に所属したが、1940年半ばに北方艦隊に配備された。1941年6月にドイツ軍のソ連侵攻、バルバロッサ作戦が開始されると、 北極圏沿岸への上陸作戦に従事した。7月にポリアールヌイでドイツの爆撃機によって撃沈され、乗組員及び民間人の111名が亡くなった。翌年、ストレミーテリヌイの残骸の一部が回収された。レニングラードの造船所189号にて1936年8月22日に寄港、1937年2月4日に浸水。 1938年11月18日に収益し、11月29日にバルチック艦隊所属となった。この船は、1939年12月1日に、同警官、スメトリビト軽巡洋艦キーロフと共に、ルッサロー島の沿岸砲を攻撃したほか、冬戦争中は紹介と護衛の任務に従事していた。 1940年5月9日に、ストレミーテリヌイは、北方艦隊に移された。1941年6月22日に、ドイツのソ連侵攻であるバルバロッサ作戦が始まった時、ストレミーテリヌイは、ポレアルヌイを母校としていた。7月14日の白金庫作戦にて、同警官、グロームキー及び、グレメアシチーと共に、 ザパドナやリザ川の川口西川に上陸した部隊を援護した。6日後、ストレミーテリヌイはポリアルヌイに係留されている間にドイツの爆撃機187に攻撃され、船体の中央へ4つの爆弾が投下された。命中した爆弾はボイラー室と機関室で爆発し、それらの区画にいた乗組員は全員戦死した。船体は半分に割れ、船尾は 数分で沈没、戦手も20分で沈んだ。爆撃を受けた際、船内で演技をしていた数人の芸人を含む合計111名が死亡した。ストレミーテリヌイの残骸は1942年4月に一部が回収され、船尾は同系官ラズームヌイを修理するために使用された。ありがとうございます。